おはようございます。スリコー TV です。ノリーズのこのアーム、スイッチオントレーラーね。これがね、釣り具屋さんに売っていたので、一袋買ってきてみましたよ。いやね、あれなんだこれと思って、で、伊藤匠プロデュースっていうことで、ちょいちょいね、SNS とかではお見かけしていたんですけども、あ、もう発売開始なのか、なんて思ってね、ちょっと油断していたんですけども、運よくね、一袋買うことができたので、早速ね、どんな形か、見ていきたいと思います。まあ、パッケージはね、こんないつものノリーズのパッケージというような感じなんですけども、ね、スモラバのトレーラーパワーフィネスのね、こう、ちょっとカメラ場とかですかね、ノリーズで言うと、それにつけて、こう、カバーの中で、誘って食わせると、こんなコンセプトのルアーじゃないかななんて思うんですけども、気になる形、ね、見ていきたいと思います。ノリーズはまずこの匂いからですよね。ああ、安定のあの匂いですね。あの匂いがします。結構ね、ガッとした匂いなんですけども、で、はい。こんな感じで入ってますよ。数は、ちょっと数数えてみようか。2、4、6、や、8本。ね。8本。800円ほどで買えたんですけども、8本入ってます。で、じゃあ早速どんな形か。はい。こんな、ね。手が全部で5本ついてますね。で、このちょっとね、小さいんだけども、プリッとしたね、溝をして、くれそうなアームが、ここに2本ついていて、で小さいアームがついていて、でこの、よっかん、これね、なんかシュリルピンのテールみたいですね。あのストレートワームの名作ね、復活して、各サイズとも、出てたりしますけども、この後ろの部分ね、シュリルピンのテールみたいで、こうやってもう手はね、静止してるつもりで持っているんですけども、ちょっとした振動でこのピリ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 って動いてくれますね。で、あのね、結構張りがある、張りがあるので、こうね、あんまりね、柔らかすぎないっていうか、こうだれないんですよね。こうやって今ね、横から見てるところを見せてあげたいんですけども、このテール下にこんな細いんで、こうしなだれそうなものなんですけども、ピーンとね、ピンコ立ちというかね、まあ結構ね、立ってるんですよね。うん、すごいね、張りがある。これによって結構ね、でね、ここの手は、設置、このついてる、ここがもうめちゃくちゃね、これ細いんですよね。細いから、この横のね、手はね、すごいね、タラ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 って動くんですけども、各ね、パーツの、その、動きのこの見えるかな、スピードが、これただ持ってるだけなんですけど、全然違うんですよね。これは結構、バイン、バインって動いてて、で、その次のこの小さな2本の手は、結構ね、付け根が本当に、繊細というか細いので、こんな感じで動いてるんです。で、この後ろのね、この、なんていうんですかね、ヒゲというか、これはまあ、なんていうんですかね、シュリルピンっぽいというかね、ここまでは張りがあるんですけど、先端がこう、プリ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 動いてくれてるってことで、でね、ボディが結構ね、太め、このね、もりっとしたね、小さいんだけど、すごいね、ボリューム感があるんですよね。これを、そうですね、スモラバにセットしたら、そりゃ、なんていうのかな、小さいんだけど存在感があるトレーラーになるんじゃないかなっていうことで、このボディもね、活かしてますね。結構パワーフィネスの、スモラバトレーラーっていうと、亀山ダムなんかだとですね、イモグラブね、テールのない、こう、
ゲイリー山本のイモグラブをつけてギュッとつけてね、もうこういうピリピリしたパーツついてないんですけども、それによってあのゲイリー素材独特の自重でこうスモラバにつけて、もうただのねこうピンポン玉みたいな丸い感じのスモラバになるんですけども、それがね結構ね釣れちゃうっていうのがあって、だからねこのね小さいんだけどギュッと詰まったねこのボリューム感のこのボディは使いやすいんじゃないかな。でね餌持ちも非常に良さそうっていうことで、でその状況に合わせてねこの手のパーツを切ることによってそういった芋っぽいね仕様にもできるでしょうし、まあ、ちょっとしたピリピリ感出したいっていう時はこのね全部盛りのこの全部ついた状態で使ったらいいのかななんて思うんですけども、いやーこれねインスタグラムとかツイッターとかでねこんなのがトレーラーっていう感じで、でまあでもとは言ってもあのノリーズのワームってね本当開発期間かけてゴーが出てからねようやく出ますからね、まあ今ああいう感じで出ていてもどうでしょう、2019年の夏ぐらい、早くて夏ぐらいなのかなと思ったら、まあ12月に出ますよっていうアナウンスが出て、まあでもね買えねえなと思ってね諦めていたんですけども、この1月に入ってね釣り具屋さんに行ったらバッてね陳列してあって、一つね買うことができました。せっかくね手に入れることができたんで、ここからちょっとね冬の釣りね、でまあ伊藤匠プロがこのねスイッチオントレーナーね、これを出したとして、で川村幸太郎さんのところからはねマイクロピッチシェイクのねワーム出てますんで、まあそこら辺のあとそうですねレイドジャパンからも出てますよね、こういったスモラバとスモラバトレーラー、そこら辺がね今急にこの真冬になってね全てのメーカーって、まあまあ他のメーカーもあるとは思うんですけども、ちょっと、気になっていたところから全部出揃って、で運よくね買うことができたんで、ちょっとねパワーフィネスの釣りなんていうのも取り組んでみたいテーマね、まあたまにはやってね、いつもPE ラインでちょっと固めの竿で組んで積んではいるんですけども、いまいちねちょっとねやりきれてないというか、出しどころとかがねこれでいいのかなみたいな感じでやってたんで、それがねもう自信持って繰り出せるような感じで、この前のね真冬の釣り大会なんかでもそういった真冬なんだけどもカバーの中にこうワームを入れて2分ぐらいシェイクしたらグッと襲いかかるね、こうねなんていう襲いかかるというか1分ぐらいのシェイクの後に竿先がんで入っただけだったなんていうバイトを取ってお立ち台に立っていた人なんかもいますんでね、ちょっとね冬の間ねまあ例年でいくと例えばそうですねゲイリー山本のレッグワームの釣りとかで、あ気がついたらもう3月で、3月になってからも結構ね、ライトリグゲイリー山本のスプリットショットリグとかでね、気がつくと冬の間ずっとそれしか投げてなかったななんてなっちゃいがちなんで、今年の冬はね結構ね、いろいろなワームを、まあ、せっかく買ったんで投げてみたいな、でもまあどうでしょうか、結局、いつもの釣りに戻るのかとかね、それはね、3月4月ぐらいだったら結果が出てると思いますので、ぜひですね見守っていただければと思います。でねこれねちょっとね裏に説明書きがあるんで見ていきたいと思います。スイッチオントレーラー、太く短いボディは適度な水押しとショートバイトでも魚の口の中に入る一口サイズを両立、大きなフロントアーマーはキャストスピードを抑え、カバーのピンポイントへ的確にキャスト可能、スモラバのトレーラーにすることで合計5本のアームが別々にアクションして魚にアピール、テール部分をカットした逆さ付けセッティングでは虫ルアーとしても威力を発揮ということで、このテール部分をカットして、これね多分ねちょっとね不確かなことあんまり言えないんですけどね、これ多分ノンソフトじゃないかなと思うんですよね。すごいね張りがあるし餌持ち良さそうで、こうやって
って見てる限りはノンソルト素材じゃないかななんて思うんですけど、そうすると、まあ、例えばそうですね、書いてあったんですけども、ここのテール部分をカットして、で針をねうまいことつけることによってむしろわにもなるよってね、これ浮いちゃうんですかね、どうなんだろう、ちょっとね、タイミングがあったら試してみたいななんて思うんですけども、っていうことで、まあ各パーツがちぎれた後もね、そのまんま、用途によっていろいろ使うことができるんじゃないかなっていうことで、非常にまあエコなワームなんではないかなと思って、こんな感じでね、なかなかビリビリとした感じで、入っております。でね、この前あの亀山ダムに釣りに行ってね、あれはメグタスと行った時かな、1月のちょっと過ぎたぐらいなんですけども、釣りをしていたらですね、なんとあの田辺則夫プロがいらっしゃって、でまあ2人でねライトリグでね、こうそこの釣りなんかやってたんですけども、で釣りに集中していたらね、どう釣れた、ライトリグどうなの深いところなんて声かけてくれた方がいて、あいやーあんまり釣れないですねってふっと顔上げたらね、田辺則夫プロだったんですよね。もう超びっくりしちゃったんですけども、もうメグタスに至ってはですね、田辺さんだってね認識することができなくて、通り過ぎて今の田辺プロだったよって言ったらね、え本物みたいな感じで言ってましたけども、ほんとねさりげなくね、あ頑張ってねなんて言って、ビッグクランクを投げながら、本校の方に、旅立って行ったんですけども、そんな感じでもう取材とか関係なくね、本当結構な頻度でね釣りされてるんですよね。亀山ダムなんか、あと三島湖とかね、戸面っぱらとか、行くとですね、本当にものすごい回数、ものすごいペースで釣りをされてるんですよね。なかなかどうでしょうか、そんな人って釣りするのかなっていうね、もうびっくりするぐらいね釣り場で、お見かけすることがあるんですけども、そんな感じで、まあこれをねテストしてるかは分からないんですけど、これ伊藤匠プロがねプロデュースしてテストを主にされてるとは思うんですけど、田辺さんこういう細かい釣りはあんまり最近されてないかもしれないんですけども、とにかくねノリーズのプロスタッフの人ってね、ほんと湖で見かけるんですよね。もうだからそれだけのテストの末でね、まあ伊藤匠プロなんか各ね大会なんかでものすごいね勝率というか、結構ルアーマガジンのやつなんかね勝ちまくってますよね。本当に練習しまくっていて、でテストでもうやりきって使い切って、これはゴーだろうっていう状態になったらようやくリリースだろうななんて思う、見ててね本当ね、そんなにだって自分なんか釣りねそこまで数はいけてないとは思うんですけども、そんなたまにしか行かないのに、ほんとね関東のダム湖でねノリーズのプロスタッフの人ってねいつもいるんですよね。でいつも何か新しい釣りは何か新しいルアーとかどうだっていう感じでね、で一番、ボスの、もう田辺プロがもうそういう感じなんでしょうね、もう現場に行けよっていう感じなんだと思うんですけども、そういったテストの末にいよいよ出てきたこういうワームっていうのは非常に、信頼できるんじゃないかななんて思って使うのをね、楽しみにしております。というわけでね、これまあスモラバのトレーラーだと思うんですけど、まあその他の使い方もねハイシーズンに向けていろいろ試していければなと思いますので、せっかくね一袋買えたんで、まあね各釣り場で、関東の房総リザーバーとかでね、試してみたいと思います。というわけで本日の釣り講 TV は、ノリズの伊藤匠プロがプロデュースしたスモラバトレーラーという感じでいいんですかね、スイッチオントレーラー、これがね、一袋変えてこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。